愛梶井元次郎猫の耳というものはまことにおかしなものである薄べったくて冷たくてたけのこの皮のように表には重毛が生えていて裏はピカピカしている硬いような柔らかいような何とも言えない一種特別の物質である 私は子供の時から猫の耳というと一度切符切りでパチンとやってみたくてたまらなかった。これは残酷な空想だろうか。いいな。たく猫の耳の持っている一種不可思議な示唆力によるのである。私は家へ来たある金言な客が膝へ上がってきた子猫の耳を 話をしながらしきりにつねっていた光景を忘れることができない。このような疑惑は思いのほかに執念深いものである。切符切りでパチンとやるというような時疑に類した空想も思い切って行為に移さない限り我々の安乳医の中に外観上の年齢をはるかに長く生き延びる。 とっくに分別のできた大人が今もなお熱心に厚紙でサンドウィッチのように挟んだ上からひと思いに切ってみたらこんなことを考えているのであるところが最近ふとしたことからこの空想の致命的な誤算が暴露してしまった元来猫はうさぎのように耳で吊り下げられてもそう痛がらない 引っ張るということに対しては、猫の耳は奇妙な構造を持っている。というのは、一度引っ張られて破れたような痕跡が、どの猫の耳にもあるのである。その破れた箇所には、また巧妙な次が当たっていて、全くそれは、創造説を信じる人にとっても、進化論を信じる人にとっても、不可思議な、滑稽な耳たるを失わない。 そしてその次が耳を引っ張られる時の緩めになるに違いないのである。そんなわけで耳を引っ張られることに関しては猫は至って平気だ。それでは圧迫に対してはどうかというとこれも指でつまむくらいではいくら強くしても痛がらない。先ほどの客のようにつねってみたところでごく稀にしか悲鳴を発しないのである。 こんなところから、猫の耳は不死身のような疑いを受け、ひいては切符切りの危険にもさらされるのであるがある日、私は猫と遊んでいる最中にとうとうその耳を噛んでしまったのである。これが私の発見だったのである。噛まれるや否や、そのくだらない奴は直ちに悲鳴を上げた。 私の古い空想はその場で壊れてしまった。猫は耳を噛まれるのが一番痛いのである。悲鳴は最もかすかなところから始まる。だんだん強くするほど、だんだん強くなく。クレッシェンドのうまく出る、なんだか木管楽器のような気がする。私の長らくの空想は、 核のごとくにして消えてしまった。しかし、こういうことにはきりがないと見える。このごろ私は、また別なことを空想し始めている。それは、猫の爪をみんな切ってしまうのである。猫はどうなるだろう。おそらく彼は死んでしまうのではなかろうか。いつものように、 彼は木登りをしようとする。できない。人の裾をめがけて飛びかかる。違う。爪を研ごうとする。何にもない。おそらく彼は、こんなことを何度もやってみるに違いない。そのたびに、だんだん今の自分が、昔の自分と違うことに気がついてゆく。 彼はだんだん自信を失ってゆく。もはや自分がある高さにいるということにさえブルブル震えずにはいられない。落下から常に自分を守ってくれていた爪がもはやないからである。彼はよたよたと歩く別の動物になってしまう。ついにそれさえしなくなる。 絶望そして絶え間のない恐怖の夢を見ながら物を食べる元気さえうせてついには死んでしまう爪のない猫こんな頼りない哀れな心持ちのものがあろうか空想を失ってしまった詩人 創発性地方に陥った天才にも似ている。この空想はいつも私を悲しくする。その全き悲しみのために、この結末の妥当であるかどうかということさえ、私にとっては問題ではなくなってしまう。しかし果たして、爪を抜かれた猫はどうなるのだろう。目を抜かれても、ひげを抜かれても、 猫は生きていいいるに違いないしかし、柔らかい足の裏の鞘の中に隠された鍵のように曲がった合口のように鋭い爪、これがこの動物の活力であり、知恵であり、精霊であり、一切であることを私は信じて疑わないのである。ある日、私は奇妙な夢を見た。 X という女の人の資質である。この女の人は平常、可愛い猫を飼っていて、私が行くと抱いていた胸からいつもそいつを話してよこすのであるが、いつも私はそれにへきへきするのである。抱き上げてみると、その子猫にはいつもかすかな香料の匂いがしている。夢の中の彼女は、 鏡の前で化粧していた私は新聞か何かを見ながらちらちらその方を眺めていたのであるがあっと驚きの小さな声を上げた彼女はなんと猫の手で顔へおしろいを塗っているのである私はゾッとしたしかしなおよく見ているとそれは一種の化粧道具で ただそれを猫と同じように使っているんだということが分かった。しかし、あまりそれが不思議なので、私は後ろから尋ねずにはいられなかった。それ何です顔をこすっているもの。これ夫人は微笑とともに振り向いた。そしてそれを私の方へ放ってよこした。 取り上げてみると、やはり、猫の手なのである。一体、これ、どうしたの聞きながら私は、今日はいつもの子猫がいないことや、その前足が、どうやらその猫のものらしいことを先光のように了解した。わかっているじゃないの。これはミュルの前足よ。 彼女の答えは平然としていた。そしてこのごろ外国でこんなのが流行るというのでミュルで作ってみたのだというのであるあなたが作ったのかと内心私は彼女の残酷さに舌を巻きながら尋ねてみるとそれは大学の以下の小遣いが作ってくれたというのである私は以下の小遣いというものが 解剖の後の死体の首を土に埋めておいてドクロを作り、学生と秘密の取引をするということを聞いていたので、非常に嫌な気になった。何もそんな奴に頼まなくたっていいじゃないか。そして女というものの、そんなことにかけての無神経さや残酷さを今更のように憎み出した。しかし、それが外国で流行っているということについては、 自分も何かそんなことを婦人雑誌か新聞かで読んでいたような気がした猫の手の化粧道具私は猫の前足を引っ張ってきていつも一人笑いをしながらその毛並みを撫でてやる彼が顔を洗う前足の横側には毛足の短い絨毯のような毛が密生していて なるほど。人間の化粧道具にもなりそうなのである。しかし私にはそれが何の役に立とう。私はごろっと仰向きに寝転んで、猫を顔の上へ上げてくる。二本の前足をつかんできて、柔らかいその足の裏を一つずつ私のまぶたにあてがう。快い猫の重量。 暖かいその足の裏私の疲れた眼球にはしみじみとしたこの世のものでない休息が伝わってくる子猫よ、五升だからしばらく踏み外さないでいろよ、お前はすぐ爪を立てるのだから。